ひろゆきさんが橋下徹さんの番組で共演してた認知学者の戸上慎吾さん、優秀な方だと思いますか。よくわかんないですよね。僕その戸上さんの、まあ、長く話して全然頭の回転は早い人なので、その話してて面白いしいろんなことを知ってる人だと思うんですけど、あの人実績何なのってよく知らないんですよね。なんかあの学者という肩書きだと思うんですけど、何の論文書いてんだろうってよくわかんないんで、詳しくないしすみません。